謎が多いクワガタといえばで真っ先に上がる種類かな。2019年から未だに幼虫。さあ行きましょう。はい、来ました。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具心健くんです。いや、具志堅です。あ、具志堅か。具心、具心、なんだ具心、具心健じゃないの。いや違うよ。あ、違うんだ。心って、いや、やっちゃった。グミじゃないんだからよ。いや、どういうこと。具心、え、グミ心ってこと。いや、違う、具心みたいな。いや、めっちゃ言いづらそうじゃん。コロロみたいな。あー、グミあるね、うん、そういう。いや、違う、ごめん、志か、具志堅の志は。そうですね。そう、だからその上がなくなっちゃって、あー、そう、上忘れて具心になっちゃった。具心って言いにくいんだよ。どうやって書くの。あー、まだ具志堅の剣ってお菓子の片毛持ってたの。刀だもん。なんで息したのに声細いんだよ。一緒に伝説っていこう。おお、早えな。ということで今日も始まりましたけど、はい、そうか、具志堅の剣は片揚げポテトの肩か。まだ言ってんのかい。もう何でもいいよもう。いやそんなことないから。大事だって、名字は。まあじゃあ覚えてください、それで。そうね、覚えないといけないんだけどね。はいはい、うん、いや、なんかオープニングそそくさとやったら具志堅が寂しそうにしてて泣いてたからさ。いや、そんなわけねえだろ。なんか、わかんねえんだよ、もう麻痺して。何が正しい、適してるオープニングなのか。いや、でもわかる、その気持ちはわかるよ。俺ももう、最初の頃の見返したらこんなはずじゃないもんね、多分。多分ね。まあでも俺初めて YouTube 上げた動画知ってる？いやちなみにだけど。わかんないっす。まあ YouTube 初めてクワガタカブトムシの YouTube 上げてきますみたいな、うん、真面目な多分 3,4 分の動画なんだけど、自己紹介みたいな、はい、まあまず朝4時に撮影してて、で当時めっちゃ薄かったから、隣の家と、あ、から小声で、うん、しかも朝、5時10分に家出て宮崎の西武キャンプ見に行く予定だったのその日、うんうん、っていう、まあ動画じゃ伝わんない部分のおかしさもあるんだけどさ、うん、自己紹介してる時家にいるヘラクレス全部ひっつけて喋ってんだよ。え、そう、ここに。え、ちょっとやっちゃってるよね。インパクトを大事に、うん、インパクト大事に、なのにそんなことしなそうな声量。あ、なるほどね、うん、っていうのがあったんだけど、まあ、難しいよな、うん、そこから考えたらね、慣れがない。確かにね、うん、うん、懐かしいけども、うん、うん、なくて、おい、え、昔話に花咲かせるなよ。あ、ごめんごめん、確かに飲み会今日。いや、飲み会じゃねえよ、酒は飲んでるけども。飲んでるんか。飲み会なのか。いや、今日はね、はい、お昼動画でございます。あー、お昼動画、はい、しかもこれはもうね、最初の方からずっと追いかけてる子です。だから何の作業かっていうのはなんとなくわかるんじゃないかな。作業、うん、なんだろう、購入。いや、おい、今何時だと思ってんだよ。朝3時だぞ。あー、え、朝3時今、うん、昼じゃねえんだ。昼じゃないよ、どっちでもないから。昼の3時ってあんま聞いたことないから。感覚おかしいって絶対。いや、言わないか。言わないって、多分昼じゃないんじゃない、うん、俺のイメージだけど。午後か、11時から13時ぐらいのイメージだから昼って、うん、閉まってる昆虫ショップ眺めてみた。やらないからさすがに、通報されるって、そんな時間にやってたら。そうか、うん、いや違います。まあ作業としてはマット交換です。おお、はい、マット交換。ヘラクレス。ヘラクレスじゃないんだよ、もちろん。マット交換ってでも確かにヘラクレスとかのイメージでしょ。はい、うん、実はクワガタも禁止瓶とかのお引越しあるけど、まあ、ミヤマクワガタ系とか、禁止瓶にやらないやつってマットで管理するやつはマット交換するんですよ、定期的に。怖い怖い怖い。っていうのでマット交換をずっと繰り返してるやつ。具志堅わかんないかもしれない。カンターミヤマコラシっていう種類なんですけど。わかる。わかんない。あ、ちょっと知ってそうだね。知らねえって、わかんねえって言っただろ今。あ、わかんないか。ミヤマは聞いたことあるけど、うん、そうね、ミヤマクワガタの中でカンターミヤマコラシは、まあ、カンターミヤマっていうのがミヤマクワガタの中で最も謎が多いクワガタと呼ばれてる、すごい貴重な、日本になかなか入ってこない種類で、ここ最近本当に入ってないんじゃないかな。で、俺が購入したのが、YouTube 始めた年の夏とかかな。だから2019年の6月とか7月ぐらいだと思う、おそらく、うんうんうん、に購入してニオス4メスかな、多分。お、確か記憶が正しければニオス4メス15万。うわー、
すごい。そう、結構な値段するし、もう幼虫取れないだろうねぐらいの感じで山口店長からは、言われてた種類で、うん、4メス使った結果幼虫が2頭、そうっていう、やっぱり産んでなかった、なかなか、うんうん、ちゃんと交尾も確認できたけど、うんうん、っていう、まあ、だから過去動画にいるんでぜひ見てほしいんですけど、うんうん、そうカンターミヤマコラシっていう謎の多いミヤマクワガタがいて、それがまあなんとか無事に幼虫取れて2019年から未だに幼虫、え、怖いでしょ、すご、2013年の今2023年、あーごめんやべえ、やっちゃった、俺が一番楽しい時代の話しちゃった2013年一番楽しかった時期だ、俺が酸いも甘いもあんまりまだ知らない一番楽しい時期だ、まあ、まあそれはね、うん、そうだ、それを経てる今もね、うん、まあまあそうね、今も今で楽しいんだけど、うん、そう2023年、だから4年、どういうこと、だから要するにで言うと本当もう平成から令和になっちゃってるし、そもそも、うん、だからもうなかなかいないでしょ、寝てるな、ずいぶん幼虫で、まあ生きてはいるけど、全然成虫にならないっていう、もうその時点でミステリアスが過ぎるんだけど、それのまあマット交換、定期的にマット交換してて、それを交換していきます、はいはい、ということでになります、教えろよ、あ、ごめん、クシュクシュクシュで分かんねえよ、ごめんごめん、その生態たち出します、はい、こちらです、はいはい、こちらです、逆、あ、そうそう、いい、いけねね、あ、選手生命終わった、やっちゃった、くるぶしがグキってやつね、くそ、パワプロだったらこうなってるやつ目ん玉でかくなって、あぶね、どこ、くるぶし、うん、うわ骨だ、そう、あぶね、はい、何もなかったんですけどあっただろうよ、ごめん、こちらですね、はいはい、これね、ここに書いてるんですけど、カンターミヤマコラシ2019年10月だって、すごい、うん、からまあ定期的に交換してるみたいな感じだから、もう基本書いたりもしてなかった、実際そんなに全然大きくなんないし、測ってもここ、ちなみにここね、だから最初の方 4g で、前回多分昼動画で上げてんじゃないかな、これが2020年とかかな、の4月とかで、で、経て2027年、あ、ちょ、おい、未来すぎるって、2022年 5g、この2020年から22年まで 1g しか上がってない、すごっ、そうっていうところで、ただなんとかね無事に幼虫してるんですよ、います、うん、でまあおそらくメスだろうというところで、うん、まあマットの劣化の様子見つつ交換したいところなんだけど、まあ多分これはもうちょっと粘れそうだけど、もうこっちと一緒にマット交換したいなっていうので変えます、まあ何グラムになってるかも確認しつつね、でこっち、こっちは8g、おお、うん、まあ同時期なんだけど、でここ、ここにいる、元気そうではある、でこれをちょっと変えていきます、で2匹ともね、ちょっと残念なことに多分メスなんだよね、はいはい、はい、うん、でもまあメスで4年経ってるってやばいよね、普通に、そうですね、うん、そうだからこいつらが羽化してくるタイミングでどっかにオスが流通してればいいけど、してない可能性も結構高いから、はいはい、うん、その場合はもう類代することはできないんだけど、まあひとまずこいつらを羽化まで行ってもらうっていうのを目標にやってるから、でサイズがこれでかいからちょっと800のボトルに戻そうと思います、うん、っていうところで、これをまあちょっと体重も確認しつつやっていきましょう、はい、はい、ということで一度青くならさせていただきます、はいはい、逆、逆です、早えな、すいません、本当かよそのすいませんっていう、信じてください、うーん、概要欄に僕が書いた飼育本リンク貼ってあるんで信じてください、いやそれは疑ってねえよ別に、そりゃああそうなんだってなるけど、逆よ、あ、あ、ごめん、そうか、すいません、逆ね、逆でした、すいません、右手が青いと、そう右手が青くなっちゃったんですけど、はい、まさか指パッチンの方が青くなるなんてっていう声もありますけども、そうなっちゃいました、すいません、どうだろうね、はい、ということで、お笑いの方は済んだところでお笑い、これ行きましょう、これ確認していく、お願いします、うん、はい、で、もう事前に、お引っ越しするボトルは用意してあります、おそれがこちら、はい、はい、こちらですね、はい、はい、この2つもう逆十分やったんで普通に行かしてもらいました、あ、どうぞどうぞ、すいません逆ファンの方は、ないないない冷たくない、冬、具志堅かっこ冬、ないよ、四季によって変わるとか、元冬木さんはすなわち夏でしょ、いや違う、元冬だから逆、あー何あちょっと早まんなって、お逆ファンか、さては違うよ、
逆って言ってたけど。ああ、なるほどね。元冬木だから。うん。いや。ってことは夏なのかなみたいな。元ってそういうことなの、うん、っていうところでね、まあ。どうぞどうぞ。はい、笑いが絶えない現場ですが。ああ、そうだね。ちょっと冷たくない冬具志堅冬いや、そんなのないよ。四季によって。元冬木さんは、うん、おそらく夏いや、元夏だった人が冬になったとかじゃなくて、繰り返してんじゃねえよ。なんでかわかる？いや、知らない。この動画のサビだから。これ。いや、知ってたよ。絶頂だから。幼虫だよ。あ、そうか。サビは。あ、ごめんなさい。はい。これね、800のボトルに、ハワイアンビートルの J01 をもう詰めた状態のやつです。はい、これに移し替えようと思います。じゃあ、まずちょっとちっちゃい方からいこうか。はい。はい。これ、まあ、前回 5g。2022年の7月にマット交換したやつは 5g です。うん。で、だから5ヶ月ぐらいかな ?6 ヶ月、半年か。半年この中入れてます。マットだったら半年、まあ、マットの状態見ながらだけど、半年ぐらい置いてても問題なかったりもする。で、サイズ的にもこれ大きいから、結構粘れたかなとは思うんだけど。さあ、行きましょう。はい、来ました。4年でこれ。状態はどうなんですか？いや、でも、もうわかんない。なんか、全然大きくなんない。でも、それでも着実に大きくなってて、で、産卵管、卵巣がね、見えるんだけど、あ、すごい、ちょっと、はい、大丈夫かな、大丈夫かな、これ、映せるかな。いや、見てきたよ、俺、なんなら。あ、そうか。それに名前つけてるの、見てきた。あ、ごめんごめん。糞がね、ちょっと出ちゃったんですけど、はい、卵巣が見えないんだよね、ここに。卵巣が幼虫で見えるんだけど、見えないか、もしかしたらワンちゃんオス説も出てきたかもしれない。ちょっと測ってみようか。だとしても遅いけどね、成長がね。非常に、まあ、まだなんか白いっすもんね。そう、まだ全然白い。わけがわかんない、本当に。2019年に、うん、生まれたのに。そうそうそう、何匹ヘラクレスが迂回したか。そう、これね、ちょっと測ってみます。前回 5g。 お、2g アップ。すごいね。まあでも増えてる、うん、増えてます。まあ今んとこね、問題なく育ってくれてはいるかな。で、これをこの中に、はい、こんな感じで、で、元の馴染みのある土も入れましょう。最初の頃は N マットでやって、最近はだからハワイアンビートの J01、 だからうちで使ってるマットを入れてるって感じですね。ほうほう。これでひとまず、まあ育ってはくれてるね。はいはいはい、確実に、うんうん、いつね、いつ浮かするかちょっと楽しみではあるけどね。その無事に浮かしてきた場合、だから 7g か。だからこっから 13g、 4g の子がでになったら、オスの可能性がぐんと上がるね。おー、まあ無事に1匹目は大丈夫でした。はい。さあ、そしてもう1匹、こっちの方が大きくなってそうだから、ワンチャンオスの可能性あるかも。そうなってくると、うん、なるほど。そう、まあいつも通りの判断の仕方とは違う、うん、いや全然わかんないから、うん、ちょっとじゃあこれもやっていきましょう。いきます。ここね、ちょっと大きくなってる気するんだよね。どっちか、まあオスメスが一番理想だけど、うん、強いて言うなら、まあオスオスの方がいいかな、個人的には。やっぱオスの姿を見てほしいっていうのあるから。さあ、どうだ。ちょっと大きい気するな、さっきの子より。いきます。はい、お、そんなことないか。よし、ちょっと測ってみましょう。いきます。あ、10g。 10まで上がりました。もしかしたらオスかもね。 2g アップか。どっちも 2g 上がったって感じかな。こっちは前回、8g なんで、ひとまずは上がってくれてたね。うんうんうん。オスの可能性出てきたかもな。メスだと思ったけど、次またこっちのボトルに戻すかも。ああ、なるほど、うん、窮屈になんないように。うん、いや、半年で、こちらも 2g 上がってくれました。はい。いやー、意味がわからない。本当にわかんなそうですね。わけがわかってない。こんな成長の仕方あるってぐらいの。ブリーダーの方はどんな感じなんですか？他のあんまり やらない種類ですか、やっぱり。いや、でもやっぱ謎が多い。クワガタ、謎が多いクワガタといえば、で、真っ先に上がる種類かな。カンターミヤマの亜種になるのかな、のコラシっていうやつなんだけど、はいはい、そう、カンターミヤマといえば、ウカまで持ってった人がもういるんだろうけど、うん、いるけども、やっぱそういう人も4年かかったとか、
っていう風に飼育記録残ってたりとかするから、そう本当にもう本当に羽化してこない様子種類ってなってるね。そうだから、あとはまあまあ無事に成長はしてってくれてるから、まあちょっと長い目で見つつ、まあ、管理していこうと思います。まああとは無事にだから大きくなってくれればね、今後もマット交換は定期的に動画にしようとは思うんで、ひとまず、無事で何よりでございました。はい、はい、という具志堅的にはどうだった？いやー本当にね、話してた通り、謎が多い感じというか、今まで見たり聞いてきたりしてたクワガタとは、やっぱ成長速度が遅いっていうのが本当に明らかに分かるような感じでした ね。そうだから、もう今ってテプラでやってるけど、はいはい、その当時やってないから唯一の生き残り、このテプラでやってない組、すごいですね。すごいよ、完成しない芸術品みたいな、そうそう、サグラダ・ファミリアみたいな状態だよね。そうっすね、うん、俺ももう見た目がかっこよくて、なんか聞いたことある、むずいとは聞いたことあるぐらいの知識で買ったから、やっぱ入荷してきてすぐ、久しぶり入ったみたいなのを聞いたから、で、調べれば調べるほど意味わかんなくなった種類だね。なんでそんな長いのみたいな感じだから、で現にこう成長スピードの遅さも目の当たりにして、戸惑ってはいるけど、そんな中で確実に成長はしてくれてるから、一応もうほんと普通の深山の感じで管理はしてて、まあ徐々には成長してくれてるんで、あとはもうだからさなぎになって羽化までした時の感動はやばいね。いやーそうっすね、本当にもう行ってほしいな。そうね、でまとめ動画にした時にどうなるかね。だから一言ったら2019年の映像がからスタートでになるから、唯一の生き残りじゃない、昔の家での映像のまとめ動画ってなると、持ってきた種類という、そうそうそう、まだ羽化してない、羽化してない組でいうと、いや楽しみ、大器晩成型ですね、だいぶね、俺らみたいだな。あ、いいね、ああ俺らもね、だから70歳までには売れたいな。大器晩成だね。取り残されてたよ。120歳で MC 冠番組持ってギネスじゃん。2400歳ぐらいで芸能界引退しようかな。悪魔だよ、2400歳まで生きてたら。芸能界の頭。頭あ、いやいや、やめろよ。いいじゃん、流れで笑っとけよ、とりあえず。もちょっとすいません、ちょっとっていうことは、ちょっと見逃しもできたんですけど、赤魔っていう言葉が面白い。いやでも良かったです、とりあえず具志堅にもこいつ見せることができて、今後もまた次だから、まあ半年後とか、まあマットの様子を見つつになるんであれですけど、マットの状態次第ではまあ半年ぐらいかな、半年に1回ぐらい交換していこうかなっていうイメージでいるんで、またおそらく幼虫だと思うんで、次もその次とかも気にかけてもらえたら嬉しいです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。